あの上に滝壺がありますので、まあ後で行ってみましょう。まずちょっとここで。はい、こんにちは、株式会社ユージです。今日はもう日中はすごくもう暑くて、午前中ちょっと草刈りをしたんですけど、もうちょっと昼間は、ちょっと涼みに川の方へ行きました。で、株で山の中入ってきました。株すごいわ。どんどん入ってくる。まあ、ちょっと見てみようか。なんか魚がいる気配があります。うわ、すげえ雰囲気あるけど、魚いるのかな。あの上に滝壺がありますので、まあ後で行ってみましょう。まずちょっとここでやってみましょう。昔は自分たちはもうこういう川で油目っていう魚を釣ってましたので、まあ自分たちが子供の頃そのまんま仕掛けとか竿もね、そういう道具で今日はやってみたいと思います。竿はね、竹こんな竹でやります。でね、仕掛けはこんなやつ。これ子供の頃お店屋さんでこういう仕掛けを買ってよく釣りをしてましたんで、今日はこれで釣れるかやってみます。もう昔のまんま、自分が小学生の頃に、釣ってた釣り方で、釣れるかどうかやってみます。当然餌はミミズね、ミミズこれでやるよ。こういう卵をね、これで草が水深は多分1メーターもないぐらいですので、多分これで一回ちょっとやってみよう。1目から釣れました。アブラメ、これがアブラメ。懐かしいな。本当名称、正式な名称なんて言うのかな。まあとりあえず行って。なんとカメラが水没しました。あ、今携帯で撮ってる。まあでも釣りはしよう。さっきね、結構大きいの釣れたよ。もう一回やってみよう。また釣れた。結構釣れる。おもろいわ。はい、ここはサボダムの下に来ました。あ、結構ここは釣れそうやな。水深も感じる。こんな感じ。ちょっとやってみよう。取れた。小さいですね。はい、こういう魚です。まあ私たちの子供の頃はこれ油麺って言ってるんですけど、まあ地方で、まあ、方言と思うんですけど、まあ、正式名称は分かりません。まあ、鱗がありません、この魚で。ちょっとこうぬるぬるした感じがするので、まあ油麺っていうのかなと思うんですけど、
ここ意外と小さいですね。まあ、さっき仕掛けが、切れてガン玉ついてないんで下まで降りないからちょっと小さいかもしれないけど、まあちょっとこんな感じです。はい、じゃあもうちょっと楽しんでみようと思います。はい、ではバイバイ。